どうもミスタードライです。今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。タイムスリップの金子千尋さんの動画を撮っていきたいと思います。はい、まずこの金子千尋さんね、無事累計で神引きいたしました。いやー、マジでありがとうございます。いやもうね、めちゃくちゃ嬉しかったですよ。で、能力見ていくんですけれども、まず9位スタミナが A 乗ってるっていうのは本当に素晴らしい。で、称号次第でね、請求も A 乗せれることができるんで、めちゃくちゃ強いですと。ただね、僕限界突破0なんですよ。まあ3750でもね、全然通用するよっていうことをね、証明できたらいいなと思います。で、球種ですよ。問題はこの金子千尋さんね、プロ野球スピリッツエースの中で一番球種の多いピッチャーとなっていまして、驚異の11球種あるんですよ。いや、えげつない。あと、ここのね、スプリットとシンキングファーストの間にあったら、もうフルコンボですよ。で、特に強いのがやっぱりこの大きい方のスプリットとちっちゃい方のスプリットの投げ分けですね。こちらの方が強いのと、あとね、結構ね、この超高速シンカーが強いんですよ。これが大会とかリアル軌道で化け物級に強いんですよね。このあと変化量1のカットボール。で、このチェンジオブペースも結構使えるんですよ。もちろんスラとかシュートとかも強いんですけれども、まあ、超高速シンカーをうまく使っていくのが金子千尋さんの魅力だと思っておいてください。特殊能力もね、タイピンチあるんで、マジで強いです。で、もう一個魅力言うの忘れとったんですけれども、抑え適性 E あるんですよ。だから極みの人はね、抑え適性で使うの僕結構おすすめしていますんで、早速ね、金子千尋さん使っていきたいと思います。で、打者目線のランク戦ルール、大会ルール、リアル軌道のルールっていうのを見ていただいたらね、強さわかるんじゃないかなということで、早速ね、ルーム戦の方で見ていきましょう。それではね、ルーム戦の方で金子さんの軌道や配球っていうのを見ていきたいと思います。はい、まずはですね、ランク戦ルールの金子さんはどんな感じなのかっていう打者目線の方をね、見ていきたいと思います。金子さんといえば、ね、やっぱりスプリット2種が一番の強みなんで、ランク戦の配球だったら僕はスプリット2種中心の配球が強いかなという風なことはありますね。まあ、金子さんは本当に球種が多くてすごくいいピッチャーなんですよ。で、今のはね、スプリットの大きい方ですけれども、落ちないところに投げていますね。で、これが落ちる方と、まずこの投げ分けがすごく強いです。うん、2つ迷わないといけないんで、その時点がまず強いですね。で、これがちっちゃい方といった感じです。まあ、回転自体をね、見極めるのはそこまで難しいピッチャーではないんですけれども、そこがちょっとね、強いポイントとなっていますね。はい、これもちっちゃい方と、まあ、ちっちゃい方はフォークとよく似た回転をしているんで、ランク戦の場合はね、あんまり強さはないんですけれども、今の超高速進化、これが速く感じます。で、大会ルールリアル軌道だともっと球が速く感じるんですよ。今のカットボールもそうなんですけれども、そこがちょっとケアしながらっていうのは本当に強いですね。で、スラーブもしっかりとありますと。で、コントロールがいいんでね、今みたいに出し入れができますといったところですね。はい、これが大きい方と、うん、強いですね、普通に。ただ大会となってくるとね、本当に打つのが難しいんですよね。で、タイピンチ出ました。タイピンチ出た時はどんな感じなのかちょっと見ていきましょう。はい、これちっちゃい方。タイピンチ出たらね、結構大きい方に頭が行きがちなんで、余計強く感じと。で、スライダーもこんだけ曲がるんですよね、タイピンチ出ると。だからカットスライダーの投げ分けもできると。で、 D カーブ、 D カーブはね、あまり投げないですけれども、変化量は結構大きいです。はい、これが大きい方、かなり落ちますよね。続いて大会ルールの金子さん見ていきましょう。大会ルールとなるとね、このカットボールと超高速シンカーがめっちゃ速く感じるんですよ。で、スプリットもね、やっぱり体感速度が速い分すごく見極めにくい。で、今の超高速シンカーですよ、あれをね、詰まってしまうんですよね、本当に。で、今スプリットでっかい方、落ちない方じゃないですか。この見極めを瞬時にするのが本当に難しいんで、結構抑え適性あるんで、極みにしている人はね、終盤で出してくる人が多いなといった印象はあります。猛者の方も結構終盤で使ってる人多いかなっていう印象ですね。もちろん先発でも強いです。はい、今みたいな感じですね。で、まっすぐもしっかりとありますと。このね、フォークとかスプリットの高さに投げると強いですね。はい、といった感じで、次リアル軌道を見ていきましょう。それでは最後にリアル軌道を見ていきたいと思います。もうすぐダルビッシュチャレンジカップがやってくるんで、ちょっとリアル軌道の強さを見ていただきたいんですけども、リアル軌道ってこのフォークの落ち際が分かんないんですよ。なんで、このね、2種持ちのこのフォークスプリット、こういうピッチャーっていうのはすごく光ってきます。はい、今みたいな感じでこう揺れながら落ちていく感覚で、スプリットの回転がね、いつもより若干見極めにくい感じがあるんで、本当にリアル軌道ではね、金子さんは大活躍できるかなって言って印象はあります。あ、去年もダルビッシュチャレンジカップ結構僕金子さんに苦戦した覚えがあって、今の超高速シンカーとかもなんかいつもより打ちにくいと言いますか、
うん、嫌味があるんで本当に強いですよね。はい、こんな感じです。それではね、早速ランク戦の方で実践していきたいと思います。それでは金子千尋さんで早速ランク戦使っていきたいと思います。マジでね、ずっと使ってみたかったんでめちゃくちゃ楽しみですね。まあ、配球の方もちょっと頑張っていきたいと思います。はい、ということでランク戦やっていきたいと思います。相手の方4割7分の方なんで、結構強そうですね。スンということで、よろしくお願いいたします。さあ、まずはですね、左バッターなんですけれども、相手プルヒッター出てますね。まあ僕のおすすめとしましては、まずはね、外角の外のでかい方のスプリット、これ落ちるか落ちやんかわからんところら辺に投げます。で、今落ちたんで次落ちない方に行きましょう。はい、これですよ。今のもう空振りしてると思うんですけれども、今の多分見極めがね、難しくできてないかなと言ったところで、今みたいなちっちゃい方入れて、うちに超高速シンカーを投げていきます。じゃあちょっとこれってね、分かりますかね、ちょっと差し込まれてるんですよ。この超高速シンカーが予想以上に速く感じるんで、あのなんかね、詰まっちゃうんですよね。大会やったらもうマジでもっと詰まる。ほんで今のちょっと打たれましたけれども、まあ外角の外のスプリット2周で攻めていくのが一番セオリー通りかなって言った感じはあります。で、あとおすすめとしましては、カットボールの変化量1なんで、インコースいっぱいぐらいにこの変化量1をちょっと今ベストピッチ見せたんですけども、決めていったら結構強いです。じゃあちょっと、外のね、ちっちゃい方行ってみましょうか。はい、ナイスボールですね。で、同じ高さのところにまっすぐ行きます。じゃあ結構ね、差し込まれてるんで、今のはちょっと流し打ちがうまいけれども、ファール危ない。ゲッツーシフトにしまして、まあ大きい方のスプリットでいいんじゃないですかね。この辺の意外と真ん中付近に投げると強い。はい、 OK です。今のちょっと盗塁されたったな。このね、なんていうかな、スプリット2種とかって結構みんな内いっぱいとか外いっぱいで投げがちなんですけど、甘めもね、多く使っていった方が強いです。これは本当に僕もバッターしとって思いますね。じゃあ一回甘めにね、ちっちゃい方行きましょう。これ結構怖いですけれども。ほら、これ強いんすよ、本当に。なんかね、甘めに来たら力んでしまうんですよね。じゃあちょっと高めにまっすぐ行き、外していきましょう。はい、ナイスボール。うわー、今の、取られへんか。今のはちょっとしゃあないな。もうボール球ヒットの術使われました。さあ、右バッター来たんで、右バッターのちょっとおすすめ配球1個あるんですよ。まず超高速シンカーね、インコースに見していって、あ、打ち取っちゃったね。ナイスプレイ。まあまあいいでしょう。まあ次の回でね、ちょっとさっきの配球を教えたいと思います。さあ、じゃあ打っていきましょう。相手もピッチャーオリックス山岡さん。てか、オリックス純正さ、やばない選手層。山本由伸、山岡、TS、金子。めちゃくちゃ強いじゃないですか。本当に他にもいっぱいおるけどね。めちゃくちゃ強いですね、オリックス。あと山田久志さんとかもおるやん。いやー、ちょっと打てないぞ。なぜだ。さあ、高橋由伸さん頼みます。よしよし、ナイスバッティング。さあ、金子千尋さんに勝利をつけるためにも勝ち越さないと。まあ教えて落合さんしたら一発ですね。教えて落合さん。いや、マジで教えてくれ。その打ち方えぐいわ。からの全発動ランディーバースです。いやー、ちょっと差し込まれたけど。さあ、相手ピッチャー藤川さんに変わりました。もう1点取りたい。いや、 ID 野球やな今のは。素晴らしい。はい、ということで2イニング目抑えていきたいと思います。まあ、先ほどね、右バッターの時にできなかったんですけれども、まあちょっとこれ追い込んでから本回したいんですけれども、まあとりあえずまずね、インコースに超高速進化見していくんですよ。ボールでも全然 OK です。はい、でその後にね、シュート投げるんですよ。じゃあちょっとね、こうタイミング早くなって結構空振りとかファールを狙えます。まあ、今ちょっとね、外れちゃったんですけれども、まあこういう時は長打警戒にして甘めにでかい方のスプリット投げとったら大丈夫です。はい、こんな感じで打たれた。さあ、あとはね、まずまっすぐを見していって、で低めいっぱいにね、チェンジオブペースなんかを決めてあげます。じゃあこれも結構いい感じにカウント稼げますと。で、これゲッツーなんですよ。このね、チェンジオブペース A なんですよね。 A やったらちょっと落ちるんすよ。わかりますかね。はい、このちょっと落ちるんがマジで強い。ということで、金子千尋さん最強なんで、皆さん使っていきましょう。ありがとうございました。